今日のゲーム途中出場ということですが、まずベンチからどのようにご覧になっていましたか。そうですね、しっかりと粘り強く戦えてましたし、ある程度僕らがゲーム前に分析してやろうとしていたこともできてたので、それだけでセットプレーでの失点がもったいなかったかなとは思ってましたけども、それでもまだまだ挽回できるチャンスあると思いながらベンチで見てました。はい、途中出場のところで監督からどのような指示があったんでしょうか。特には大きくはなかったですけども、やっぱりああいう状況で入るということは、ゴールという部分と、やっぱりあとチームのテンポを一段上げて、攻撃のリズムを作るということは意識しましたし、そういうものを求められていたのかなとは思います。アウェーで最後まで勝ち点3を狙いに行きました。ただフィニッシュ決まらなかったところ、どんなところに要因があるでしょうか。そうですね、やっぱり相手も、勝ち点3というのは、守りに、ゴール前人数、増やしてきてたので、もう少し、ミドルだったり、早めのクロスであったりというところは、そういうところでテンポを変えるべきだったのかなと、思いますし、シュートが最後、ゴールまでシュートまでいかずに、カウンターを食らうというシーンも、多かったので、そこは、確実にフィニッシュまで、いけるような、そういうことが、大切だったのかなと思います。今日も松本まで多くのサポーター駆けつけてくれました。またテレビで観戦しているサポーターも多かったと思います。次節以降の戦いに向けて一言お願いします。そうですね、本当に、熊本から松本ってすごい、遠いですけども、そういう中でも、真っ赤に、サポーターの皆さんが来ていただいて、僕らとしては本当に力になりました。まだまだ僕ら今残留争いという中にいますけども、一刻も早くそういうものを抜け出してね、ちょっとでも上に近づいて一個でも順位を上げてシーズンが終われるようにというものは意識しながら戦っていきたいと思いますし、もう一回アウェー続きますけども、勝ち点を取ってねホームに帰っていきたいと思います。お疲れ様です。ありがとうございました。